ゃあいきます。これさで緊急に記者会見をさせていただきます。時間の都合をつけてお集まりいただきましてどうもありがとうございました。では始めさせていただきます。本日検察当局において大阪地検特捜部元部長大坪弘道と同部元副部長佐賀元明の両名を配布した資料の通り犯人隠避の事実により公判請求したとの報告を受けました。また本日この両名については前同様の事実により公判請求に先立って懲戒免職処分に付した上本件の一連の事態に関連して同じ配布済みの資料の通り5名に対して懲戒処分等を行うとともに三浦正治福岡高等検察庁検事長の懲戒処分等を内閣総理大臣宛に申し付けました。今回の一連の事態によって国民の皆様の検察に対する信頼は崩れ今や検察の組織そのものに対する不信感が国民の間に渦巻いていると言っても過言ではありません。私はこの現状を大変厳しいものとして重く受け止めており、検察を所管する立場にある総務大臣としてこのような事態に至ったことについて国民の皆様に深くお詫びを申し上げます。また無罪の判決が確定した村木さんに対しては長期間にわたり多大なご負担ご労苦をおかけしたことを法務大臣である私からもお詫びしたいと存じます。本日私から菅総理大臣に対して本件処分等について報告いたしました。先ほど参議院の法務委員会が終了した後、すぐに官邸に参りまして、3時過ぎ、3時10分に総理にお会いをさせていただきました。総理からは検察をめぐる今回の一連の事態は国民の検察に対する信頼を根底から失墜させた誠に深刻な事態であり極めて遺憾である、国民が安心して安全に暮らせる社会の実現維持のためには刑事司法の担い手である警察が国民からの信頼を回復し基本的人権を保障しつつ治安を確保するというその責務を十分に果たすことが不可欠であり、法務大臣においては再びこのような事態を招かないように抜本的な改革案を講じ全力で検察の信頼回復に取り組んでいただきたい旨指示をされました。現在最高検察庁においてはこのような事態に至った原因等について検証を行っているところでありますが、本日先ほど私は検事総長を呼んで検察の再生のための徹底した検証を行い、それに基づき検察としての思い切った改革策を講じるよう直接指示をいたしました。また法務省においても私のもとに設置する外部の有識者等による検討会議において検察の在り方について幅広い観点から抜本的な検討をすることといたしております。本日の総理からの強い指示をも踏まえ法務検察として
強い決意で国民の皆様に納得していただけるような改革策を講じ、警察の再生に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。では幹事から代表して数問質問させていただきます。まず先ほど、総長お呼びになって大臣室にお呼びになって、連絡されました。総長はですね、大臣室に呼びというのは極めて異例のことだと思いますけれども、そういうことが必要だと考えられた理由および、総長の責任論についても言われておりますけれども、それについて大臣どのように思われますか。はい、この事態については先ほどもお話ししましたように、総理自身も、深刻な事態と受け止めておりますし、私自身もそのように受け止めています。同時に、先ほどまで開かれておりました参議院の法務委員会の委員会の席でも、各会派から厳しいご意見も賜りました。そういう状況を考えれば、当然、検事総長を呼んで、私の方から、をするのは当然のことだろうと、そう考えた次第であります。現検事総長の責任問題、私は先ほども検事総長にも申し上げたんですけれども、検事総長が今すべき最低限のことは、しっかりとした検証してもらって、国民の信頼を取り戻すべく、改革策を講じることだ。しっかりやってほしい。最後に、皆さんの前でも前申し上げましたけど、正義を信じますので、しっかりやってほしい。その旨申し上げました。次はですね、大臣、先ほどおっしゃいました通り、再発防止策の一環として、法務省に検討会議というのを近く発足させるということですけれども、現状においてその時期および人選、その結論をどこまで見るかということについては何かお考えはありますか。総理にも検討会議の件をお話をさせていただきました。事態を考えれば、速やかに人選等を含めて何をすべきか、早く検討して立ち上げるという指示もいただきましたので、私としても従来から申し上げているとおり、スピード感を持ってやっていきたい、そういうふうに考えております。幹事は最後にもう一点だけ、大坪佐賀両名については、事件については一貫責任しておりまして、同時に弁護団を通じて、個人事務に処分された場合には、保護者での名について発言されております。この時期に処分したということについては何ですか。細かい件はですね、後ほど、刑事局の担当が記者会見しますので、お願いを聞いてもらいたいと思います。幹事からは以上です。各社お願いします。はい、いいですか。今日合わせて処分の方も発表されましたけれども、先ほど大臣がおっしゃったように、村木さんに対して長期間にわたっていろんな、負担をついたというのは、これはフロッピーの改ざん問題だけではなくて、その後の公判にもわたるわけですが、公判にはフロッピーの改ざん問題を知っていて、村木さんを有罪にするために、一生懸命頑張った検事もいるわけですけれども、これで処分は終わりということなんでしょうか。それともそういった他の検事にわたってもですね、処分を考えてらっしゃるということなんでしょうか。今回のですね、証拠隠滅の事件、そして、犯人隠避の事件に関する関係者については、必要な処分を行ったものと認識をいたしております。なお、最高検による検証が行われてますので、その結果も待ちたい、そう思ってます。ただ、この両事件については、必要な処分は行ったものという認識でございます。これで終わりということ。この2件に関して必要な処分はしたという認識でございます。村木さんの事件に関してはもっとその後もあるわけですよ。大臣もまさにおっしゃったようにそのことを含めて、その処分をこれから可能性があるということはないんです。ですから検察最高検の検証を待つ、
よろしいですか。では、はい、では、ここでおりますので、見てください。